11時10分です未来を歩くら新版アメリカンエキスプレスピック1300万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介今日は若者政策推進議連発足若者が直接国政に声を届けることができる仕組みを構築へというトピックにフォーカスします解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの鈴木勇人さんです鈴木さんは自民党の衆議院議員でいらっしゃいます その他若者の政治参加検討チーム主催認知症予防の会代表などもされています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。この若者の政治参加検討チーム主催ということですけれども今回の記事の、はい、まあ中身、えー、ちょっと教えていただけますか。はい、えー。超党派の若手国会議員、はい。40代までの国会議員で、えーえー、若者政策を推進する。 そういうい議員連盟を立ち上げましたと、はい、でそれで、あのー、その議員連盟には、登録した若者、若者団体に登録をしてもらって、ええ、でその登録をした若者団体には、実際にその議連に参加をしてもらうで、一緒になって政策を作り上げていくっていう、<ー>そういうあのもう史上初の仕組みを取り入れたんですけど、どまあそういったあ議連を立ち上げましたよという、そういう記事ですね、はあ、ぶっちゃけ若手議員の声っていうのは、政治の中でも届きにくいんですか、うん 届きにくいいことはないです少なくとも自分の所属している自民党においては若手議員でもどんどん発言できますしでまたその発言の内容がいいものであればそれはもうすぐ取り入れられるますし、まあ、そういう意味では全然影響力がないとは思ってませその若い人たちの、えー、投票を、まあ、促してその票を えまあ実現するあの投票を集めることによって若者たちがもう望んでいる社会を実現しようという動きは自民党内にもあるそうですね特にやっぱりその若手の国会議員の中にはこのままでは本当に日本の社会が立ち行かないんじゃないかとやっぱりこうあの時代に合わせた人口減少とか超高齢化とか非常にこう大きな変化がこれから あ差し迫ってくる中で、その時代に合わせた社会を作っていかなきゃいけないんだろうっていう。うん、そういう危機意識を持ってる人はたくさんいるので、まあ、若い世代ほど、そういう思いがあると思いますね。上の世代の議員さんたちとの、そういう,こう価値観の違いみたいなものはあるんですか？あの上の世代でも、同じような問題意識を持ってくれてる人はやっぱりいます。けれども、うん、やっぱ若手にとっては、三十年後、四十年後も。 自分たち現役でいるっていうそういう危機感がより強いんじゃないかなっていう気がしますね。これ実際に、えっと、こういったことっていうのは何か参考にしている、うんうまあ、実例とかっていうのは国内海外も含めてあるんですかあ、えっと、こういう活動っていうのは。そうですね、あのーまあ、例えば、えー、若者の政治参加を推進しようと思った時に。うん 一番大事なのはとにかく若者の社会参画する機会をたくさん作っていくっていうことなんですけど、はい、でそれはあの例えばスウェーデンなんかにすごくこういい参考になる事例があって、ええ、でそれはあのスウェーデンは各地域 まあ、日本だと町会みたいな、はい、そういう地域地域に若者協議会っていうのがあって<ー>。で、そこに地域の若者が集うんですよ<ー>。で、集っていろんな話をする、雑談をすることもあれば。 こう、まあ、ちょっとした政治の話をすることもあって、はい、そんな会話の中で、まあ、地域でこんなことをしてもらいたいなとかあるいは場合によっては国にこんなことを実現してもらいたいな、うん、みたいな話をしたりもしますでそういった中でじゃあ地域の課題であれば地域のまあ自治体に訴えていくあるいは国に関することであれば、はい、その地域地域に 潜在している若者協議会を全国で束ねている全国若者協議会っていうのがあるんですけどでその代表者も若者です、うん、でその若者の代表とそれから若者政策担当の大臣がいるんですね、うん、でその代表と大臣が直接接衝する権限を彼らは有していてでその接衝の結果実際に政策として結実するものも出てくるんですでそうすると こう地域の若者にとっては自分たちのこう何気ない雑談の中から生まれた政策の提案というものが本当に政策になっていくものもあるということで、うん、こう日頃から本当に社会参画の機会を得て社,社会とか政治っていうものがだんだん自分ごと化していくんですよね。うん、なので今スウェーデンの20代の投票率って80%ぐらいあるんです。すちなみに日本は 日本は30台ですねわーわーだそういう意味でも言うとやっぱりからそうすると学校にいる頃から僕、はい、まあドイツで教育を受けて日本に来てあの生徒会になるものに入ったんですけど、はい、生徒会でこうなんかねあのこういうふうな学校のルール変わったらいいんじゃないのっていうことを話し合って学校に提案すると、うん、まあそれは学校にもよるんでしょうけど、うん、それは無理だよ。 バーン終了みたいなえ何のための話し合いですかみたいなことあったんですけどす、ねえー、全然その何ていうか学校でで社会の模擬勉強にななってないと思うんですよね、うん、これってういうところから変わっていかないと子どもたちはだから何を言っても変わらないんじゃないっていうことにつながっちゃうのかなと思うんですけどねそうですねだそういう意味であの学校ではこれまであの政治教育に関しても全くされてこなかったわけなんですけど、うん、だけど、まあ、18歳選挙権が実施されて で以降高校生に模擬投票をあのやるようになってきた主権者教育広く言うと主権者教育でその中でも特に効果があると言われているのがえ模擬投票で,でこの模擬投票もある種スウェーデンで行われているような社会参画と同じような効果を持っていて模擬投票を経験した人たちっていうのはしなかった人たちよりもその後の投票率が高く 実際に効果が出るんですねそれ何でかって言ったらやっぱりどの政党がどんな政策を打ち出しているのか、うん、そして今社会の課題は何なのかでそれを照らし合わせた時に自分は誰に投票したいのかということを考えさせるので実際にそういう時間を作るってことだもんね学校で、うんはい、模擬的なものであったとしてもそれを経験するっていうことが一歩自分にとっての社会参画の 機会になっているということですね。うん、そうじゃないと、誰に投票しても同じでしょみたいなことになっちゃうから、うん、そこが実際に、うん、あ、こう違うんだってことが見えてくると。そうですね。なるほどね。はい、あの、若者政策推進議連発足して。はい、どうですか。今後大きく流れは変わっていきそうですか。そうですね。あの、これから、まあ、今、検討しているのが。非選挙権年齢の大幅な引き下げ。今25、二十五と三十。そうですね。はい で、それを今、まあ、例えば、二十歳だとか、十八歳だとか、それぐらいまで下げてもいいんじゃないかというようなことを検討しています。はい、また、あと、供託金選挙に出るときに、あと、あの、うん、一定の投票数を取れば、戻ってくるんですけど。はい まあ国会議員だったら300万だったり600万だったりと、はい、いう金額をまず積まなきゃいけない最初に持ってなきゃいけないとてことですよね、すお金をね。それはやっぱりそれだけ大きな金額になると若者にとってはすごく選挙に出るということのハードルが高くなってしまうのでそれを下げていこうじゃないかというような議論を行っています。でこうういいいっっったた議論ままずと、ま、とめていってそその上で例えばまあ次はインターネット投票だとかあそういったあ ことを検討してていければなと思ってますし、うん、またこういう若者の政治参加に限った話だけじゃなくてこう若者が今後責任社会に責任を持つ世代として成し遂げていくべき政策っていうのは他にも社会保障にしてもそれから雇用政策にしても教育政策にしてもいろいろ裾野の広い分野だと思っています、うん。だからそういった分野横断的に今後色々と 検討していきたいなというふうに思ってます、うん、未来のある世代が夢を持てる国、うん、まあ簡単に言うとそういうことなんだけど難しいんですよね、うん、そこを実現させていただきたいなというふうに思いますね鈴木、はいえー、さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、気になった方詳しくはニュースピックスのサイトにある鈴木隼人さんのページをチェックしてくださいアメリカンエキスプレスピックワンでした